はい、今回は岸田がアメリカでビースト同居し満面の笑顔が大炎上している件、こちらについて考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。え少し前にですね、岸田が本当にアメリカに行ったのかどうかっていうまあことをまあ、お伝えしてえ、そう思ってる方が他にもいらっしゃるということでリスナー様のですね一つコメントをいただいたので、まあ、そちらをちょっとまあ一緒に皆様と考えていこうと思います。 えー、岸田の,です、ねえー、このアメリカに行った、まあ、訪米の謎っていうことですね、木原、上川、斎藤が、まあ、同行してるんですが、えー、メディアは一切取り上げないと、まあ、このようなリスナー様のご意見、コメントいただきました、えー。おかしいですね、これ。だから実際に行ったかどうかっていうのは分からない、今回は岸田はアメリカに行ったっていう、まあ、前提で話をしますが、やはりこのように、えー、おかしいと思ってる方は他にもいらっしゃるんですよ。 なんで同行した、まあ、木原とかね、上川陽子とか斎藤とかっていう、まあ、これた確か第一人ですよね。なぜマスコミは一切取り上げないんでしょうか。違和感しかありませんね。本当は言ってねえんじゃねえのっていう、そういった疑惑はあ今もまだあるんですよ。ただし、今回はあ岸田がアメリカに行ったっていう、その立て付け、その前提で、えー、お話ししていきます。で、岸田がアメリカに行ったっていうことで、 岸田がですね、このバイデンに、このビーストっていう車だと思いますが、車に一緒に乗った時に、えー、満面の笑みを、まあ、浮かべたんですね、ちょっと言葉が悪いっていうことを、すいませんということでお伝えしますけど、あの、何がそんなに面白いんだよって思うんですよね、僕、多分この、まあ、話を聞いていただく方、多分そう思,あの思われると思うんですが。 うん、岸田がですね、このアメリカに、えー、行ったと、訪米したと、で、そのね、えー、満面の笑みを浮かべたってて、国民から猛烈批判を浴びてるんですよ。で、これ、マスコミの報道っていうのもおかしいんですよね。うん、だから、完全にもう日本のマスコミっていうのは、背後の米、えー、創始国米ですよ、今回の米ね、えー、それに、えー、まあ,あ、なんていうのかなあ、まあ、その影響を受けてると。で 実際にこの岸田がまずそもそもアメリカに行ったか行かないかっていう疑いが出たのかは何かっていうとですねなんでエマニュエルっていうそのねその大使が岸田の出迎えに来るのおかしいでしょ普通にあの別にアメリカって日本の創始国かもしれないですけど岸田ってねアメリカに今回何兆円持っていくって話だからねうの復興支援代金とかって言ってえバイデンが迎えに来るの当たり前なんじゃないの、うん、それは主人といえどね、うん 何兆円という金を持っていくのになんでバイデンは出てこないの意味がわからないんですけど僕は、うんで。そこもおかしいなと思って、えー、本当にアメリカに行ったのかなっていう、まあ、疑問を持ったんですよ。で、えー、まあ一応行ったっていうことでねまあ行ってないっていうと、まあ、話がもうねひっちゃがめっちゃがになるんでまあ一応岸田はアメリカに行ったと、まあ、そういったことで、えー、ちょっと今回のことを考えていくんですが。 2024年4月10日ですね、岸田がバイデンとビーストに同情したと、異例の事態だっていうことなんですが、ここで満面の笑みを浮かべたんですけど、実際この SNS の投稿にこういったことがあるんですね、うん。岸田被災地の日本国民のことを考えてるか、岸田は貧困に困っている日本国民のことを考えてるか、その岸田の笑顔、腹が立つんだよって、すんげえそういった投稿してる人がいたんですよ。僕も思います。 そんんんなに何ががおかかしいんだよよ意味がわかんねえよ国民かららしたら国民のね7兆円かなんかの金を持って行って日本にはね憲法があるわけですよ。なんで右「う」のそういったものを有事に肩入れするんだよ。国民はそれみんなおかしいと思ってんだよ。まあ思ってない人もいいのか知れないけど僕はおかしいと思ってるわけですよ。右と右の「う」と「ろ」のそういった有事に首突っ込むなよ。だから日本が緊張状態になるわけだろ。 まあおそらく米の指示だと思いますけど、本当に腹が立ちますね、うん。この岸田のですね、満面の笑み、本当に頭くるなっていう意見がかなりあって、うん、何がそんなおかしいの全く意味がわからないけど、うん。で、この岸田がですね、ビーストっていうまあ車に乗せてもらったっていうことなんですけど、普通は例えばこの車に、えー でえー、乗るか乗らないかって言ったら普通断るんですよ。それをなぜか知りませんけど乗って、えー、大喜びしてるってわけわかんねえよ本当に。でマスコミのデタラメな報道日本とアメリカ岸田とバイデンはね仲がいいんだ親密な関係なんだうん外交とでも言うのか7兆円も持っていって10兆か知らねえけど持っていってで日本国民には増税とか言っていてそれを外交って言うのか意味わかんねえほどがあるからな。 うん、僕はそう思ってますよ。で、日本政府関係者、ビーストに他の国の首相を同情させるのは極めて異例で、両首脳の親密さを示すものだ。うん、そうでしょうね。7兆円も10兆円も持っていくんだから。国民のはどう思ってるかっていうのを考えろよ、うん。この声が多分届かないと思うから言うけどさ、意味がわかんねえよ。岸田のしてることもマスコミのしてることもな。で、実際に、 この僕が言ったようなことを多分他に思ってる人はかなりいるんですよ。岸田、日本国民の神経をまあね、魚でする、本当にそうですよ。今なんて皆さんも僕もそうですけどね、生活、必需品の値段がどん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 上がっていって、給料、は手取りがどん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 下がっていって、スタグフレーションという厳しい経済状況下の中で、国民がどういう思いで生活してるか分かるのかよ。兆兆とか10兆とかか 国民がもう分からないような規模の金を、うん、ガラクタみたいな防衛費軍事費とか消して使って完全にアメリカの言いなりじゃないかって外交する、うん、外交するんだったら断れよそんなこと言われたってはっきり言って日本の恥だよあの外交してるね内閣総理大臣っていうのはどうなってんのかっていう岸田も安倍もそんなことは全くないからね、うん、はっきり言いますけど、うん、日本の外交してる、うん、大臣は何かったらアメリカに嫌われてんだよ アメリカの、例えば、予算を何を、金を売ったところで跳ねるから、うん、アメリカから警戒されるんだよ。それを、それを外交って言うんだよ。アメリカの言われるものがまあま、金を持っていってね、ヘラ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 してるものが外交でも何でもねえんだよ。意味が分かんねえな。で、日本では言われてるんですよ。今回、岸だって、アメリカにいくら持っていくのかなって。全く分からないですからね、金額。運の復興支援とかって言って。で、その、おね、 しわってどこに来るのって言ったら、日本国民の皆さん、増税よって、いやいやいや、知るかよって、ただでさえ生活みんな厳しいと思って過ごしてんのに、で、この笑って何が面白いんだよって、うん。あんまりこういうこと言う人いないかもしれないから言いますけど、国民の思ってること何も分かってねえだろうって、って僕は思ってます。散々おかしいことばっかやってるからね、に、日本国内にいたらね、憲法を無視して、 外国にね、えー、そういったね、えー、ミサイルとかをね、その、共同開発するとか、全く憲法違反だな、それを送るとか、何やってんだよ。そういうことやってるから、日本がどんどん緊張状態で誘致に行くんじゃねえのでそ外交、外交ってんだそれ断れよ。国民のね、大切な生命、財産、そういったものはかかってんだよ。まあ、岸田は断るわけねえって思ってるけどさ、頭くんなって。僕、ずっと思ってますよ。 今回岸田がアメリカに行ってどれほどの金取られるんだろうね。そしてその金国民に増税って言って国民生活どうなるんだろうね。うん、日本国内じゃそういった話が出ないのかもしれないけどね。うん、東京15区の補選っていうことが話題になってるけど、それも大変なことだけどさ、うん、この岸田のやってることはっきり言って訳わ,わかんねえよ。で、岸田っていうのは、 日本国民の支持率がね、もう分かりませんけど、10%とか、1ントでマスコミが言ってるけど、うん、そんなにないと思いますけどね、1%とかだと思いますよ。全く日本国民が支持してない岸田がね、こういうことをしてる、うん、もう国民にとって不幸でしかない,ない今、状態にいるわけですよ。で、まあ、ニュースの一部、えー、こういったことが書かれていると、何かっていうと、こういうことです。 岸田とバイデンは夕食会のためワシントン市内のレストランに移動しましたがこの際大統領専用車ビーストに同乗しました岸田とバイデンがねバイデンは SNS にビーストの中で笑顔を見せる両首脳の写真を投稿しました日本政府関係者はビーストに他の国の首相を同乗させるのは極めて異例で両首脳の親密さを示すものだと話しています、うん、全く書いてあるマスコミのこのねデタラメニュースも意味が分かんねえけど な、うん、なんんででバイデンが喜んでるかって簡単な話だろアメリカで通らなかった予算を岸田が持ってって、うん、それでねバイデンの思った、うん、軍産複合体の思った予算が通ったからだろだから満面の意味なんだろ、うん、岸田は岸田でこんなのに乗るっ,てったら断れよそれが外交だよ外交とか言ってんだろ外交ってそういうことだよ 日本とアメリカ、岸田とバイデンの両首脳の笑顔の写真を投稿しましたって、国民のこと見下してんのかビーストに他の国の首脳を同情させるのは極めて異例。うん、乗らねえんだよ。両首脳の親密さを示すものだ。意味がわかんねえ、書いてることの。うん、僕たち国民の願いっていうのは一つです。一刻も早く内閣総理大臣の座から岸田を引き,る引きずり下ろす必要がある。岸田の退治、自民党の政権交代が必要。 こうでなかったらもう日本終わりです、うん。どうなってるか僕にはもう分からないですよ。意味が分かんねえことやってんなって本当、うんこういった話する人がいるのかいないのか分からないですけど、言い方が悪くて申し訳ないと思いますけど、うん、言い方も悪くなるわってこんな顔して、何が面白いんだよって、意味が分かんねえよって思ったんで、えー、ちょっと愚痴を吐きました。多分こう思ってる方い,いらっしゃると思います。っていうかこう思わなかったらもう終わりだよ。 僕はそうう思いいますということで、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。